はい、皆さんこんばんは。今日はですね、今1号線からですね、ちょっとこちらの、県道の方に入りまして、厚木方面に向かうと、いう工程なんですけれども、ちょっとね、今雨降ってて、夜ということもあってですね、非常にこうね、見通しが悪い感じになってます。で、今回ですね、新たに、ハートレートセンサーという、心拍数を、表示する機能を、新たに導入をしたので、実際こういった、条件的に良くない、道をですね、走る際に、どのようにその心拍数というのが、触れるのかと、いうのを、皆さんにちょっと見ていただければなと思います。で、一般的に心拍数というのがですね、60から100が平常値とされてますので、その間から外れて動く、場合はどうなのかと、いうのを、参考に、見ていただいて、いろんなシチュエーションが、これから発生すると思うので、そこら辺で、捉えればなと思ってます。で、時間がですね、今、20時ちょっと過ぎたぐらいで、ちょっと帰宅ラッシュ落ち着いたぐらいですかね。で、比較的天気も良くないので、車も、台数が非常に多い感じになってます。で、この道はね、やはり、地元の人がよく使う道で、抜け道じゃないですけど、結構こう、交通量はこの時間は多いです。で、慣れた人がなんか、多いイメージですね。で、今、県道、神奈川県道43号線今走ってますので、ここから、47号線方面に、ここ曲がっていきます。でね、やっぱりこうゲンチャリとか、バイクとかも、多いんでね、ちょっと気をつけていただきたいと思います。もうちょっとね、早い時間だと結構ね、こう部活帰りの学生さんなんかね、自転車でね、キコキコ走ってきたりするんで。でね、最近は両耳にイヤホンしてね、走ってる方もいるんでね、非常にね、こちらが今以上にというか、いつも以上にね、注意をしないと危ないと、結構そういうのね、だからもうイヤホンをするの本当は良くないですけどね、できればね、片耳に押さえてもらいたいなと思いますね。こんな感じで、くねくねこうちょっとね、走っていく感じです。で、今回ね、新たにちょっと一つ、またね、テーマを盛り込んでお話をしていこうかなと思ってます。で、物流ね、私こう物流関係の仕事してますけども、物流関係の今後というテーマでね、ちょっと話できればなと思います。はい。で、物流って言ってもね、今どんな現状にあるのかと、いうところで軽くお話をさせていただくと、まずね、皆さんご存知の通り、EC サイト、要は電子商取引、要するに通販ですね、通販がこう増えたことによってですね、非常に宅配というものが増えていると。で、今現在でもその通販会社、いろいろね、アマゾンさん、楽天さんとかありますけど、ああいった会社っていうのもね、年間成長率として1% 以上成長しているという試算も出てますし、それに伴ってね、宅配っていうね、やっぱ需要というものが、増えてる、年々まだ増えてると。で、ちょっと今ここで交差点になったので、これ止まります。そうで、にもかかわらずですね、物流で働いている人の高齢化や、あとは人口の減少などによってですね、非常にこう働き手は少なくなってますと。そんなのもあってですね、激務が続くと、結構違法じゃないですけど、特に宅配の人なんかはね、非常にね、大変な思いをして働いていると、そういう現状が今あるっていうところなんですよね。確かにね、そう、会社によっては非常に過酷な状況下で働いている人もいると思います。当社不順位はですね、比較的早期の段階でですね、労務関係の見直しということで、徹底してね、労務管理を行うようになったので、そんなにね、体的に辛い運行っていうのは少なくはなってきてるので、うちの会社はね、あんまりそういうところに当てはまらないと思うんですけど、
まだまだね、他の会社さんでやはりまあ宅配をメインにやってるところとかね、非常にね大変で、今まあ宅配なんかもね、結構こうなんて言うんでしょう、外部委託でね、軽のなんかね、赤号さんみたいなねトラックでこう運行しているようなところもあってね、まあ、あんなところだともう、まあ、個人事業主扱いになるんで、まあね、労務管理もね、労働基準法も関係ないからもうバンバンやったりとかね、そんな感じでねやってるっていう、まあでもそれじゃ現状いかんなと、まあ、いうふうになってきたと、まあ、いうのが今のところのあれですかね。でまあ、そんなのがあってですね、まあ、政府もまあこれはもう見かねたと、見るに見かねたということで、まあ、改正物流効率化法案、改正物流効率化法案というのをね、まあ、可決したと、まあ、いうところで、実際まあどんなことをやっていくのかと、まあ、いうことなんですけども、まあ、一つとしてはモーダルシフトの加速、増加というのが一つで、もう一つは総合配送の集約、まあ、配送の集約ですね、で、まあ、まずモーダルシフトっていうのが何かっていうと、まあ、モーダルシフトというのは、まあ、今まあトラック輸送が主になって、まあ、90%、97% トラック輸送なんですけど、まあ、それをまあ代替輸送に切り替える、まあ、具体的に言うと、まあ、電車、まあ、要は貨物とか貨物電車みたいな、で JR 貨物とか、まああいうのですとか、まあ、あとは船、フェリーとかですね、あとはまああまりないですけど、国内便でね、飛行機、まあ、航空貨物を使うと、まあ、そういったのに振り返ることによって、まあ、労務管理もしやすくなる、まあ、運転手さんのね、働く時間も、電車にね、荷物乗せてる間は、まあ、減るわけじゃないですか、まあ、なんで、そういったところでこう、うまく調整を合わせる、調整をすると、まあ、あとはまあ共同配送というんですね。共同配送の増加、でこれは何かというと、まあ、共同配送なんで、まあ、今のところ普通は、まあ、よくね運送会社さんで働いてる方だったらご存知だと思うんですけども、まあ、なんとかのセンターとかね、例えばまあユニクロさんだったらユニクロさんのセンターで、そのユニクロさんのセンターに収めたら、まあ、そこからねユニクロさんの店舗に振り分けて配送するっていうのが、まあ、今一般的な、まあ、配送なんですよね。でそれが今後はまあ、例えば同じ、まあ、被覆業界というか、医療関係の業界だったら、それを例えばユニクロさんだけではなくて、まあ、島村さんとかね、オンワード柏山さんとか、まあ、いろいろ入れて、そこをトータルして同じ物流倉庫で管理すると、まあ、いうのも今後進めていきたいと、まあ、なんかね最近でもそういうのちらほら見れますよね。うちの会社でもねそういったところ配達するケースもなんか増えているように思います。でもう一個、もう一つはあの共同輸送ですね、まあ、これ共同倉庫、まあ、倉庫を共同にするのと似てるんですけど、まあ、共同輸送と、だからまあ会社間をまたいで、まあ、同じトラックで輸送すると、これもね最近、まあ、日本郵便さんと、まあ、ヤマトさんとかね、西農さんとかタッグを組んでこうフルトレーラーでね、それぞれのこう貨物を引っ張ったりとかねやってますよね。まあ、そういったのでこうどんどん振り分けていくということなんですけどね、まあ、ただねフルトレーラーといったってそんなね乗れる人も限られますしね、実際まあまだインフラがねそれほど、要は高速道路なんか休憩する場所とかもねやっぱフルトレーラーだと、ね、それこそ20何メートルとかね、まあ、必要になるじゃないですか、まあ、そういったところをね止めるのにやっぱりねそれなりのこう敷地も必要になるので、まあ、そういったところのねインフラっていうのをね、もう少し整えないといけないのかなと思いますけどね、まあ、そういった取り組みがね、今現在されていると、まあ、言ったところですね、うん、まあなんかね、だからどうなんだろうな、まあ、効率化でね、どんどんまあそういった、まあ、一緒に配達をするですとか、まあね、倉庫もね、一緒になるっていうとね、まあ、倉庫内で働く人とか大変になりそうですよね、いろいろね、管理するのにね、まあ、ただね、そういった倉庫関係の会社もですね、まあ、そういった管理をするのに AI ですとか、まあ、クラウド、まあ、使ってですね、
全体把握しやすいような、ね、整備は整ってきてるっていうことなんですけど、まあ、いまいち僕にも難しくよくわかんないんですけど、まあ、なんでもまあ今はねもうね AI だとかねクラウドだとか当たり前になってきてるんで、で AI もね今以上にこうどん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 ね進化してもっともっとこうね賢くなってくると、今度ね廃車とかもね、まあ、AI やったりとか、まあ、今一部でもうね AI を使って廃車する会社さんありますけどね、まあ、そういったのもどん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 こう当たり前になってきますし、ちょっとね人間味が薄れるというか、なんか効率って言ってなんかねちょっとねそういったところは寂しい気もしますけどね、っていうのがねまあ今後、まあ、今後というか、まあ、今現在取り組んでるのはまあそんなところだと思うんですね。まあなんでね今後はまあ絶対に避けられない問題としては、まあ、人口の減少というところなので、まあ、これはもう確実にも資産が出ている問題です。なんで、まあ、やはりこう国としてねもう少しこう日本という国を開放して、おそらく外国人が、まあ、今以上にこう流入というか、まあ、入ってくると、ね、就労ビザとかもねちょっといろいろ調整してこう、ね、もう少し長めの年数を取るとかでね、まあ、そういったところでこうトラックもこう、ね、外国の方が乗ると、まあ、当社でも、ね、外国人の方いますし、で、まあ、他社さんでも、ねまあ、見たりしますね最近ね、まあ、そんな風な感じで、まあ、ある意味こうなんて言うんでしょう、インターナショナルというか、まあ、グローバルな、ね、感じになってくるということですね、まあ、そんな感じですよ。でまあ、外国の方もねやはりまあ出稼ぎに来るくらいの方っていうのは、まあ、僕の勝手な想像ですけど、やはり結構メンタル的にも強かったりとか、まあ、日本よりもね過酷な環境でやはりこう生活してきたっていうところもあってね、非常にね優秀な人も多いし、モチベーションも高いし、ね、うかうかしてるとなんかね負けそうになるなっていうふうにねちょっと危惧してるんですけど、まあね、そんな風な感じですかね。だから自分をねやはりこう高めていかないと置いてけぼりになるなっていうのはね感じてます。まあ運転以外でもね質を高くすると、まあいうのがね必要になってくるんじゃないですかね。でまあ共同輸送に関しては、まあ、今後ねどん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 広がってくると思います。まあ、特にね大手さんがね今入ってやり始めてるんで、そういった大手さんがやり始めることによってね、その下のアンダーの会社さんなんかもね真似してねやり始める可能性もね高いですよね。あとやはりまあトレーラーの、ね、免許を持っている方なんかは非常に重宝される感じがしますね。やはりまあ、ね、物流、まあ、人口減ってるっていうのもあるので、まあそのね、働き手が減ってるというのは根本的な問題なので、まあ、トレーラーだったら、ね、単純な考えで、まあ、大型の、ね、倍の重量を運べるということになると、まあ、やはり、ね、人手少なくて賄える可能性が、ね、大きいですからね。で今までは、ね、限られたものしか運べなかったのが、やはりまあそういった物流施設とか、まあね、インフラがそういった、まあ、例えばフルトレーラーとかに、ね、対応してくれば、そういった、ね、需要というか、まあ、フルトレーラー自体も、ね、増えてくると思います。だまあ、ね、トレーラーの免許は、ね、あった方がいいのかなというふうにも思います。まあ、自分は、ね、大型しか持ってないんで取ろうかなって、ね、ちょっと思いますよね。多分トレーラーは結構重要になってくる気がしますね。またね倉庫とかですよね、物流施設の問題、まあ、これも共同配送ということでね、まあ、効率的な配送ができるということで、まあ、これはね多分運転手側はねそんなに関係ない気がするんですよ。まあ関係はあるんですけど、やっぱりそこで働く人の方が大変。今はだからピッキングされてる方とかね、要は単純にね配送する、まあ、共同配送になるとやはりまあそれだけ扱う店舗数とか、まあ、店舗に関しての話ですと、まあね、扱う店舗数とかが増えるわけなんでね、それだけピッキングの量も増えるってことなので、まあね、そういったのが、まあ、非常に難しい。ただ一方で自動でね、まあ、そういったマテハンみたいなのもどん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 進化しています、まあ、マテリアルハンドリングっていうね、要は受け手側のね自動にこう仕分けたりするね、ソーターのちょっと進化版みたいな、まあ、そういったのも AI とねいろんなもの駆使してビッグデータ駆使してできるようになるってことなので、ま
あね、そういったのも、まあ、ある会社さんだったら、まあ、そういったところがね先にやるのかな、まあ、そんなに負担ないのかもしれないですね。だそういう意味ではやっぱりこう仕事っていうのはね、今ある仕事とは別の仕事をしなければならなくなる可能性も高いということだと思います。まあ、そのね、もうよく言われてますけどね、 AI とかで進化するとなくなる仕事とかね、逆にそういう時代に生き残る仕事とか言われてますので、まあ、そこら辺もね考えながらね、いろいろ自分のスキルをね高めていくっていうのもね今後必要なのかなっていう思いますね。はい、まあね、一応まあ物流の今後という話ではね一応そんな感じなんですけど、で今ねもう少しでまあ寒川っていうところまで行くんですけど、まあ、この辺もねアップダウン激しくて、まあちょっと暗がりの道なんでね、まあ今ねヘッドライトはねちょっと今明るめにこうフォグランプをつけてますけど、まあ、ちょっと、ね、雨上がったんでね、先ほどよりは非常に見通しは良くなったんですけど、どうでしょうね、ハートレートセンサーの方が話しながらだから当てにならないかこれ、ね、ちょっと、ね、心拍数がどうなのか気になると思うんですけどね。どうですかねこれ、車内今映ってますかね、ちゃんと、まあ、このね内装のこうねイルミネーションというかそういうのもねちょっと見ていただければなと、まあ、思ってね今回夜をねちょっと走ってみてます。でもね思ったよりこう歩いてる人少ないですね今日、まあ、このぐらいの時間でもね、まあ、雨だからかな比較的いつもねこの辺多いんですけどね、まあねどうなんだろうな今後な。まあでもね宅配とかはなくならないですからね、絶対に荷物は届けないといけないですからね、まあ、アメリカとかだったらねなんかねドローンとかねああいうのでこう宅配の実験ね、アマゾンさんなんかやってたりしますけど、まあ、日本の場合はやはり法律的な問題が結構ね邪魔をしてなかなかねそこは進まないって言われてるんで、まあなったとしても当分先の話になってますけどね、当分先の話だと思いますけど、まあ、それとは別にね、今宅配ではねこう不在票を入れてねこうちょっと不在がでまたね行かなきゃいけないとかねそういうのがなんか問題になってたりするんで、まあ、そこはね宅配ボックスとか置いてもらったりとか、まあ、あとはね郵政さんもなんかね出しましたよね宅配なんかボックスみたいな、だそういったのがねどんどん普及して今以上に、まあ、配送はねしやすくなるのかなとは思います。大変だよなやっぱりな、まあ、大体やっぱ慣れないとね、この家の人は何時に帰ってるとかね大体そういうの把握してるらしいですからねあの人たちはね、その EC サイトでやはりまあ食料品買う人なんかも増えてるし、やっぱ重たいものをねやっぱり運びたくないっていうか運びづらいからね、そうやって宅急便とか宅配便使う人っていうのが多いので、うん、まあ根本的に荷物も重いのも多いでしょうしね、大変だよな。で今なんかね先ほども言いましたけど軽でやってる人多いんで、まあ軽だと1回に詰めて300キロとかですもんね多分ね、だ軽い荷物ばっかりだったらいいですけど、重い荷物だったら多分何往復も、ね、しないといけないし、30キロのお米だったらね10袋しか積めないってことですもんね、だそういうのにも結構左右されますよね、ああいうのね。どうなんだろう、本当見ててやっぱ思いますよ、うちなんかね息子がね子供がやっぱり結構こう、まあ、メルカリだとかねまあ、アマゾンだとかいろいろ買い物してもしょっちゅう宅配便の人来ますけど、大変だと思いますよ、まあ、うちもね行けないんですけどね、まとめて買えばいいんですけど、まとめて買わないでなんかやってるんで、前の見るとねちょっとどうなのかなって、うん、大変だなって申し訳ないなっていう気持ちになりますよね。はい、まあね今ちょうど踏切で止まってるんでね、ちょっとこの辺で締めさせていただきたいと思います。まあ、またねいろいろ企画考えてですね動画撮影させていただきますので、お時間ある際ご覧いただければありがたいです。
それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。ちょうど電車来ました。